はい、前回のパートからため撮りというかね、知っている方は知っていると思いますが、パート4以降のやつ全部消して撮り直してるんですよね。だからパート3、前回のパート3からの続きっていうわけじゃないんですよね。直属の続きってわけじゃ。ただ消した分パート4をパート3の続きからやっていきたいというわけで、ここまでここからパート4を撮らせてもらいます。パート4以降一応見てくださった方はすいませんが、大体同じことを喋るつもりなんで、まあ、初見じゃないプレイですけど、許してください、ご了承をください。というわけでこっちに行きたいと思います。まあここでセーブしたよね、前回前回続くアンパイアと4の時ね、まあこうなんやけどね、まあ、大体内容を分かってしまっているわけです。あ、ギャリーさん、あ、ギャリーさん大丈夫ですか。ギャリーさんこの男の人の手に鍵が握られている。取ります。鍵だ、やったー。で、この頃まだイブギャリーのこと知らんけんな、名前なんか何々の映画絵画か。あ、こいつ萩田さん、おいし、下が動いている。オッケー、萩田さんのな、いつも吐き出すもんこいつ。あ、そうこういうのがある。頭が内臓がある。おし、何も動かせません、分かっております。ですね、じゃあこっちか。これはそのバラ何々するとき、あなたも何々ち果てる。難しくて読めない字がある。分かるよ、俺は口果てる的なことを書いてるね。水が入っていない、用意しとけ。バラとあんただは何々、命の重さ知るがいい、知るがいい命の重さ知るがいいな。これ青い花びらが落ちている。お、そうっすか。ギャリーさんここでやられたんやね。そういうストーリーがわかる。うん、青い服の女ってあれ、ないやん、ちょっと青い服の女ってないやん、ちょっと中入ろう。はい、鍵おらんと思ったら、青い服の女の絵がないと思ったら、こんなところにおりがある。そして何これなんかあるぞ、これ。何これ。布の下の何々。布の下の何々って。額の上のポニョみたいに言うなや。なんなん。あの、布の下にあるピンク色っぽい、茶色っぽいような、あれがポニョなんか。ポニョ何しょう、お前。いけるんか、誰よりこっち。あー、来た。ボイロ詰まってやんの。はい。あ、来た。ざまあ、ここ、あ、来るんかい。あー。ちょっと。まあ、こんなことがあるわけです。あれ？あとは、なんだろう。あ、なんかあったっけ？まだなんかある。これをこっち側にシュート、オッケー、よっしゃー、これですな。椅子がある。うん、まあいいや、椅子はいいや。青いバラ、オッケー。この青いバラがさっきのギャリーのやつだっていうことは俺も分かっているんだよね。というわけで行ってみましょう。ギャリーさん大丈夫ですか、大丈夫ですか。うギョ、苦しい。あ、だから花あるでしょ。花は、あ、枯れかかっとんか。ってことはあれか。これじゃ、これ。これで、ほら、一番下に青いバラ。オッケー。元気になった。これで渡せばいいんじゃ。なるほど。そういうことか。お、渡した？あ、渡した。あら？苦しくなくなって。うん。ウェーグエス。何、今度は何よ、もう何も思ってないわよ。私だ。え、あれ、あんたもしかして美術館にいた人？そうでしょ。ああ、よかった。あたしの他にも人がいた。そうですよ、人ですよ。この子怖いとか言ったらあかんよ。そっか、じゃああんたもなんでここなことになってるのかわからないわけね。まだ私の方も大体同じ感じよ。もうちょっとやってられないって感じ。なんだい？
おまけにこのバラ、花びらちぎられると自分の体に痛みが出てきてさ。さっきは死ぬかと思ったわ。取り返してくれてありがとね。めっちゃ食われとったけどね。青いやつに。で、とりあえずね、ここから出る方法を探さない ?OK、頑張ります。こんな気味の悪い場所をずっといたらおかしくなっちゃうわ。そうやね。そういえばまだ名前聞いてなかったわね、ギャリーさんでしょ。私はギャリーっていうの、あんたは知ってるよ。イブだよ。イブっていうのね、はい。これも一人じゃ危ないからね。私も一緒についていってからあげるわ。あざーす。ギャリーさん、あざーす。頼りになります。行くわよ、イブ。頼りになります。頼りになります。うえっ、イエー。頼りにならない。これは頼りない。ああ、今のはちょっと驚いただけよ。本当よ。嘘だ。とにかくこういう変なのがいるから気をつけて進むわよ。さっきバリバリ調べたけどな、俺こいつのことを。なでは先に進もう。てかここですよ。これどうやったらいけるのか。頭が内臓がある。ん、ああ、何これ邪魔ねえ。イブ、ちょっと離れてくれる。お、運ぶよ。よわっしょーい。よし、これで通れるようになったわ。ギャリーさん、あざーす。やりますな。それじゃあ行きましょう。オッケー、レッツゴー。なこれ、なこれ。黒いっていうか、地面からニョキーって出てきてる。それで何この、なんか気持ち悪い動き方、やめてよね。なこれ、悲しき花嫁の左手。花嫁なんこれ。ね、右手。花嫁なんこれ。こんな花嫁の手見たら、ちょっと、花婿かわいそうになってくるわ。かわいそうだな、お前。嘆きの花婿。ほら、嘆いとんだよ、お前。そりゃ嘆くわだ。花婿の手がこんなんだったもん。そりゃそうだ。うん。嘆きの花嫁。花婿が、なんつうか、これ見て嘆き始めたけん、自分も嘆き始める的な感じか。なんじゃそれ。よくわからん話。よし、いろいろありますね。とりあえずこっちの気になるやつ。コーヒーとケーキの絵が飾ってある。うん。チーズケーキの色ですね。まあ、いいや、セーブ。ではこっち。おお、迷路状になっている。ラビリンス。ラビリンスってなんだ。まあ、いいや。この赤いんが何だろうかっつう話です。調べても何もない。これ挟まれたらやばいパターンやし。これ絶対挟まれたらやばいよ。迷路は好きですか？ああ、そんなに好きじゃないっす。迷路はもう、なんつうか幼稚園で卒業。あ、これは別にいいです。この、あ、ここも調べれん。なんだそれ。これは赤い絵の具からまっすぐ右波へ。これ絵の具だった。よし！あ、やばいんだ、やばいんだ、これ、やばいんだ、やばいことも、やばいかもしれん、これ。迷路を抜き出すコツ。壁に片手をつきながら進んでいけば、いつかゴールにたどり着ける。コツはいいんだけど、天井低くて参っちゃうわ。おまけに変なのをうろついてるし、ハサミ道にならないよう気をつけなさいよ、イブ。ちょっと、なりそうなんですけど、ちょっとなりそうなんですけど、あ、なりそうなんです、来てますけど、来てますけど、あ、来てます、来てます。敵が来てます。あーす、あーす、あー、挟めた、挟めた、あーす、あーす。あっすあっすあっす、あれま。あれま。まあ、セーブポイントが近いけんまだ良かったけどさ。ここでしょ。絵の具から南にまっすぐ、いや、まっすぐ南、こうからこう来て、これが、あ、ここじゃない、そういうことじゃない。じゃあ他のは、あ、ここでもない。もう一つぐらいあったような気がする。これか。あ、これが。壁にスイッチのようなものがある。押してみますか。はい。押します。プッシュ。外で音がした。これだ。じゃあもう全部調べたし。あー、もうあの、入り口のとこへ溜まっとくな、ボケ。あー、そっちじゃないよ。こっちこっち。オッケーオッケー、いいよ。で、そこをこう通ってさ。あ、よし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 。オッケー。ですね、こっち入れる？入れた。わあ、こいつら、どれか一つぐらい動き出しそうな気がする。ワインソファー。大きなワイングラスが斜めにカットされて、中に赤いクッションが入っている。あんまり座り心地良くなさそうね。
これ座ろうと思うもんなんだろうか。椅子の形状しとうようなしてないようなやけど。でこっちは憂鬱憂鬱ね。まあこんなところにもいれば憂鬱になるわよね。一番の憂鬱はイブとギャリーだよ、うん、パズル、いろいろな色で塗られた骸骨だ。これ偽物よね。一番動き出しそうなやつ。感情、人の形にも見える木のオブジェだ。よくこんなものを考えつくわよね。ほんとほんと。動き出さん？動き出さん？動き出せんよな。あ、いけたわ。あ、バリバリいけたわ。なんじゃそれ。こんだけやったら一つぐらい動き出そうとか、ないんかな、なんて思ったり。こいつは？あー、めっちゃいろいろあるんですけど。なんこれ。あの青いやつと絵を調べるためにこの椅子をどけていく感じか。とりあえずこうしておいて、こいつがなんかちゃうな、なんかちゃうなこれ。いや、そうでもないか。こいつを奥まで送ればいいんか。でこれでこうどけて、あ、こうじゃこうじゃ。 OK、 S、 椅子の上に何かがある。目薬を手に入れた。目薬どこに使うんね。目薬の絵が飾ってある。なんで絵を飾る必要があるのか。そしてこいつら何なんだろうね。これら何なんだろうね。調べれないのか。オッケー、調べれるのならそれでいいさ。怖くなかったね。オッケー。ああ、いかにも目薬欲しそうなやつがおるやん。うん、大丈夫か。花粉症かお前。うん。そうか。お、はね、お、はね。いいねえ。そのお花くれたらここ通してあげるよ。お花ちょうだい。あげれるかも。 OK。 お願い、ちょっとだけ匂い嗅ぐだけだからさ。あ、お前やったらやばいんじゃん。 HP 壊れず HP 全損するんじゃんって思うけん、やめない、あげない。じゃあ、つぐらいいいじゃん。ひも、気持ち悪い。やば、こんなんに鼻あげれるか。大体お前な、鼻の描きすぎて、お前、花粉症になったん気づいてないんか、お前。めっちゃ偉いことになってるぞ。目薬使わんか。いらんのかよ。違うんじゃない。うん。ん？蛇の目の部分がくぼんでいる。くぼんでる。なんかありそうな気がするもん。まあいいや、あまり気にすることないか。大きな氷の絵が飾ってある。女の人の絵が飾ってある。でここ、あー、充血しとる。こいつじゃ、目薬こいつか。ほら、目薬さす出てきたわ。目薬に、あ、目薬を目に垂らした。すっきり充血が治った。やったやん。なんか消えて、なんか動いて、こんなとこ来た。なんこれ、何見よう、お前。なんでお前右向いとん。目薬を入れた目がじっと壁を見つめている。ん、なんかあるんか。壁の色が少し違う。隠し通路。マジで。なんでお前そんなの知っとん。そしてこれは何かが落ちている。赤色のガラス玉を手に入れた。これ大体わかる。これくぼんでいるってあったやん。これ目の部分がくぼんでいる。ほら、はめてみますかって出てくるわ。こういうのようあるわ。うん。はい、どうぞ。じゃあ、なんか置いた。なこれなこれ。額縁の裏に文字が書かれている。大きな木の後ろに。木。ああ、あれのことか。あったな、木って。これこれ。こっち。これ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 。あった。これ。ほいほいほい。これの後ろですよ。これのあたり。あ、葉っぱの中に何か光っている。銀色の指輪を手に入れた。これ結婚指輪じゃない？どうしてこんなところに？知らんわ。知らんけど、この結婚指輪、結婚といえばあの人たちでしょ。この人たちで結婚指輪違うん？あ、違う。こっち違うん？違う。ってことはこの手なんだろうね。右手はめてみますか？とかある。あー、やべ、これいけるんか？これ。あーっす！指輪が跳ね返ってきた。ちゃんとしたところにつけなあかんわけですな。確か結婚指輪ってあれだろう。
なんか、俺そういうのに疎いけど、確か、左手の薬指につける的なことを覚えとるような気がするけど、それで行ってみる。正直、あっと確信ないけど、そんな感じがする。はい。指輪を薬指にはめた。え？なになに？です。なんか来たー。なんて言うんだったっけ、俺。まあ、とりあえず花投げてきた。ウェディング、ウェディングなんて言うんだっけ、ウェディングフラワー。そんなあったっけ。ようわからん。俺そういうところ疎い。花びら、ブーケか。あ、ブーケが全然関係ないで、ウェディングとかなかったや。なんそれ、なんそれ。なんそれ、なんそれ。セーブしとこう。この花の使い道も大体分かってるけどさ。こいつな。花食わせろって言いよったもんな。お前な。そんなに花好きやけん、花粉症になったんだろうなっていうような感じやもんな。お花、お花、いいな。その花くぐりたい、くぐっておしてあげるよ、分かってる。じゃあ、ブーケどうぞ。はい。それじゃあ、いただきまーす。あー、めっちゃ赤になっとる。お前。あー、美味しかった。あれだけあった花をこんな短時間で。ありがとう、ありがとう。約束だからね、ここ倒すよ。なこれ。このドアで奥に行けるよ。それじゃあね。そうか。まだセーブポイント何か。そろそろ終わりたいところですね。アンブランスな箱。預かるし、心臓。まあ、いいか。まあ、こんな中途半端なとこで一旦切らせてもらいますか。まあ、ため取りしていくつもりなんですけどね。うん。じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again.